はい。遠野えです。それでは今日はですね、小野洋子さんからのつながりで、キキキリンさんを研究してみたいと思います。昨日、あの、小野洋子の守護霊霊言をご紹介した中に、まあ、キキキリンさんの話が出てですね、二人は非常に関係性が深い、霊的にも深いという話が出てたんですね。で、まあ、それ と、ここ、最近ですね、キキキリンさんよく登場されるんですね。あの、2年前の2018年の9月15日に亡くなられて、その2日後に、この霊言が取られたんですよ。 の、この本ですけど、女優危キ機キキリンブレない生き方と生涯現役の秘訣と。ただそれだけじゃなくて、今年の8月にですね、昨日も紹介しましたけど、霊友会の初代教祖の霊言の時に、その後の解説で、えー、登場して、それから2ヶ月経ったつい、 先頃、また、小野よ子さんのところで登場してですね、なんか繰り返しこう、現れられるので、何かあるんじゃないかな、ということで、ちょっと研究して、え、見ようと思ったんですね。で、やっぱり関係がありました。まあ、それは今日は後でお、あの、お話しいたします。で、まずその、キリンさんのプロフィールからですが、1943年に生まれて、2018年まで、 え、去年75、テレビドラマの時間ですよとか、寺内勘太郎一家などに出演されて、個性派女優として注目を集めました。それから、日本アカデミー賞最優秀女優賞2回取っておられてですね。あの、1回目は映画東京タワー、おかんと僕と時々おとんそれからもう一つは我が母の木で取ってて、それから国際的にもですね、映画アンで日本人初の アジア太平洋スクリーンアワード女優賞を受賞されてると。で、2008年には死守法賞を受けられて、2014年にはもう一つ格上の極実賞受賞というものは受けられてると。で、まあ、夫はあの、ロック歌手の内田祐也さん。で、娘向こうは俳優の元木正宏さんですね。私はあの、結城千穂さんという名前で、この時間列賞に出ていた 1965年の頃から知ってますから、まあ55年前ぐらいから知ってる方ですね。<laughs> 何かあるかもしれないと思って研究してあったのは一言で言ったらこの人すごい人なんですね。ちょっといいとか、とても良いとかっていうレベル突き抜けて、すごいっていう世界まで行ってることが分かりました。ところがあのご本人はこのおばあちゃんだからもう本当にすみませんね、とこう、 へりくだって生きておられてですね。あの、てらわずに本当にそう思って生きておられるんで、まあ、そこもやっぱすごいんですけど、まあ、その辺のところをお伝えしたいなと思います。で、まず、小野洋子さんとの関係性についてですね。40年来の付き合いがあって、 たみたいです。ですから1970年代の後半からも付き合いがあってあの夫の内田雄也さんの紹介でジョン・レノンとも生前会ってるんですね。え、まあ、ジョンのもう晩年ですけれども。まあ、そんなキキキリンさんから見た小野陽子さんはどう見えるか生前の言葉ですけどこんなことをおっしゃってます。女優では全面的にすごいという人はなかなかいませんが小野陽子さんはすごいととんでもないレベルの人生 生きてきた想像を絶する日本人ですとで実際に洋子さんと出会って汁につけてあまりにレベルが違うという感じがしてると世間のバッシングもそれはすごいだろうと思うし抱えてる問題もスケールが違う日本の女性であれだけスケールの大きい人はいないとまあ、こういうふうにおっしゃってるんですねでうちの夫の内田雄也が文章を渡すなら小野洋子以外いねえよって言うんですけど いやいや、勲章なんかじゃ収まらない。時代が抱えきれないような凄さがある。というふうにおっしゃってるわけですね。まあ、この言葉の中にも結構、この、すごいって言葉よく出てきてますよね。で、逆に、小野洋子から見たキキキリン。これは、あの、キリンさんが亡くなった時に寄せたコメントですけど、あの、I love you って言葉を送ってますね。この間、ニューヨークでキリンさんにお目にかかったばかりなのに、あっ という間に旅立ってしまわれて本当に残念。あなたのように頭の切れる人は日本では他に知りません。で、内田祐也さんにね、さぞかしいショックでしょうと。私もジョンが死んでから、それがどれぐらい息子に影響を与えてたか気づきませんでした。それぐらい大きかった。とキリンさん、祐也さん、I love you, ようこ。 っていうまあメッセージを送っててですね。これみんなの前で代読されたみたいですよね。このキキキリンさんは小野陽子さんと霊界でつながりがあったみたいで、まあそれはあのこの間の小野陽子の霊言しごれ霊言に詳しいんですけど、まあ違う意味で言ったら共にロックスターの妻でしたよね。ジョンレノンと内田優也さんですからね。二人ともすごい女性なんですよ。で、まあご主人もみんなすごいんですね。あのすごいレベルまで行ってる人たちなんで、でこれが世界に通じる人の共通点。 ななんだということを今回しみじみと感じました2つ目に挙げたいのは生涯現役の心ですでどんなお気持ちであのキリンさんが生きておられたかという紹介ですけども心構えとしてはですね「神様のためにちょっとでもお役に立ちたいと毎日毎日そればっかり思ってました」とおっしゃるんですね。でこのががねすすごいんですが 私の癌細胞のおかげで、世の中の苦しんでいる人たちのことが見えてきたとおっしゃってですね。で、私の演技を見て、そういう人たちちょっとでも苦しみを和らげたいなと。あなたの持ってる癌こっち来いっていう感じのつもりをいつも持ってたんですよっていうおっしゃるわけですね。私の演技を見てくれたら、病気は私のところにみんな来いみんな来いみんな来い 吸い込んでやるみんな来いっていうようなズダ袋みたいな女優を目指してたんですよとおっしゃるわけで、これすごいでしょう。これ菩薩の凄みを私は感じました。菩薩業のですね。これ尋常のレベルじゃないと思います、これは。キリンさんの麗言の中で、雷病患者の海を吸ってやった光明皇后のことをですね、すごい尊敬してるっておっしゃってるんですけど、それ字で言ってられますね。キリンさんも。 病気で苦しんだり、職業を失ったり、晩年嘆いておられる人たちに何か勇気を与えられたらいいなと思って、もう一日中そんなことばっかり考えてました。いつもっておっしゃっててですね。うん、その、ちょっと考えるっていうレベルじゃなくて、一日中そんなことばっかりずっと考えてたっていうあたりに、凄さを感じました。繰り返しますけど、菩薩の凄みですね、これは。すごいレベルまでいってて、 だからあそこまで行くんだっていうことがですね、今回わかりました。それから、この生涯現役の基本スタンスに関してはこんなことをおっしゃってますね。ちょっとだけ1年とか2年とか3年とか活躍したからそれでいいなんて思ったらダメですよ。ゾりを履いて東海道を旅してるような気持ちは持ってないと。 新幹線や飛行機で行って帰ってくるっていう気持ちでいたら間違いが起きますよっていうことをですね、我々に教えてくれてるんですね。まあ、これ聞いてて私が感じたのはあの松尾芭蕉の奥の細道みたいなものを連想しまして、もそのゆっくり歩きつつですね、何ヶ月も1年ぐらいかけながら、あっちこっちでいろんなものをじっくり見ていい俳句を残していったのが芭蕉ですけど、そういう気持ちで演技をされてたんだなっていうのが、 こうなんか目に浮かんできたわけです。え、それから、やっぱそういう長い旅ではやっぱ逆境もあるんですけど、その逆境の捉え方ですね。え、こんなことをおっしゃってます。俳優として使ってもらえなくなったら、これはありがたいご慈悲だなと。神様に宿題をもらったと思ってましたと。 でそういう時に、干されてるとか、世間から差別されてるとか、そんな風に思ってはダメで、それは自分のうぬぼれだったり、不用意な言葉だったり、人を傷つけた行為だったり、いろんなものが積もり積もってそういう風になってるので、ありがたいと思ってもっと勉強しないといけないと、まあいううにおっしゃっててですね。これも、 筋金入りの上昇志向だと思いました。それからさらに、お仕事は長くねとおっしゃってるんですね。長く信仰について一生懸命に努めること。これはあの、我々信仰者に向かっておっしゃってるところなんですよ。長く信仰についても一生懸命に努めなさい。こうなことが起きたら、それは自分自身の不始末のせいで、 起きてるんで、そういう時やっぱり反省の機会だと思って、神様が宿題を出されたと思って、自分自身を振り返りなさいっていうふうにおっしゃってですね。神様の宿題って言葉よく出てくるんですね。そしてちゃんと世の中の人々にお返しをしていくことで、神様の宿題にお答えすると考えてくれればいいわけですよ。これあの亡くなった2日後の霊言なんで、 すごいですよね。あの、心境的に素晴らしいと思いました。え、それから三つ目に、その信仰と演技についておっしゃってて、どんなことをおっしゃってるかというと、宗教をやってるから芸能活動がうまくいかないとか、この世が認めないとか、この世の逆だからダメなんだとかいう考えは、 持ちやすいと思うけど、いや、それはまだ自分の芸が一流の域まで達してないからという気持ちを持ってた方がいいと思いますよ、ということですね。本当の芸事は信仰心と両立できるものです。信仰心と両立できない芸事は利己心が強いということなんで、もう、まあ、こうおっしゃっててですね。これはまあ無我ではないということをおっしゃってると思うんですけど、思い出したのは自我が欲が強いものは逆に弱い。 っていう教えがあるんですね。欲が強いっていうものは、逆に弱くなる。この世の波風に弱いというか。で、さらにこうおっしゃってました。私は信仰を持ってましたし、それを隠しもしませんでした。そんなことはみんな気にはしないで、演技でちゃんと判定してくれました。と。世の中はフェアです。だから被害妄想になったり、損をしたとか、そういうふうに思ったら絶対ダメですよっていうふうにおっしゃってですね。この最後の。絶 絶対ダメって絶対という言葉にこの信念の強さを感じました。で、大川総裁もこういった言葉を受け取られてですね、その宗教をやってるからダメなんだという言い方もあるけれども、この生涯現役のプロの技、仕事としての完成度というものは、いろんな偏見を通り越して突破していけるものというふうにおっしゃってますね、限界突破っていうことですよね、ここで。 キリンさんの話に戻ると、宗教性を出さなければ売れるなんて考えは絶対持っちゃいけない。それだったらやる必要ないですよ。もうそれはこの世で普通に生きたらいいんだから、そういう人は。普通の人だから、そういう人はいっぱいいるからというふうにおっしゃってるわけですね。大変勇気の出るお言葉だと思いました。それから、キリンさんが一番言いたかったことはですね、ここだと思いますね。死んで、あの世はあるよと、 キ,キ,キリンが言うとととるよとみんなに伝えてくださいと私は生前からあの世があると信じとったけど、死んだらやっぱりあの世はあったよと。と大川隆法先生のおっしゃってた通りでしたよと。全く間違ってませんでしたよと。とこういうふうに言ってくださいと。キリンが言ってたとそういうふうに言ってくださいとおっしゃってるんですね。それで100人に1人でも、あ、そうかと思ってくれたら、私はもうそれだけで、 長いこと何十年も役所をやった回があったと思うんですよ。というふうにおっしゃっておられました。で、まあ、まとめとしてはですね、収録後の大川総裁のコメントで、まあ,あの、とってもいい方のようですと。生前の本人と変わらないですとで。これは嘘がない生き方をしておられたということだと思うと。本当は結構立派な方なんでしょうと。と菩薩ぐらいの霊格は当然あると思います。というふうにおっしゃってました。でも、まあ、後書きでもですね、さらに、死んだらやっぱり やっぱりあの世はあったよと。この一言を伝えたくて、キキキリンさんは例としてやってきたのだろうと。たったこの一行の真理を伝えるために、私がどれぐらい苦労しているかをよくよく分かってくださっていると思うというふうにおっしゃってました。で、まあ、あの、最後の最後に、キリンさんの永遠の母のような優しさと温かい人間味は、私の心の中を一陣の秋風のように吹き抜けていった。 っていうふうにまあおっしゃってですね、もう解説を要しない名文でありますが、私は最後にまあまとめるとすれば、この東海道をテクテクと草履で歩いているようでいながらですね、実はすごいレベルまで行っておられると。この凄さっていうことを強調しすぎて、このギラギラした凄さとは違うんですね。あの和光同人してみんなの中に、 馴染んでですね、監督さんも引き立てて、若い女優、新人さんも引き立ててあげて、主役もちゃんと引き立ててあげながら、自分の演技をですね、ずっとこう、いぶし銀のようにして、磨いているっていう、そういうことの上での凄さなんですけどね。ただその、考えておられることとか、徹底していることとか、腹をくくってるっていうところが、突き抜けてると思いました。 突き抜けてるから50年以上一線におられたし、あの世界にまで名前が響いたんだと思いました。宗教の限界突破もここに秘訣があるということをですね、私は深く感じさせていただきました。本当に大事なことを学ばせていただきました。キきニさんどうもありがとうございます。